漫画でわかる自動車整備業の安全衛生。今日は自動車整備業の安全衛生について学んでいくよ。車に乗る人の安全を守るかっこいい仕事よね。そうだね。それにしても自動車整備のお仕事ってたくさんあるんだね。気になるわね。じゃあ労災の発生状況を見ていこう。はい。労災の主な原因はこんな風になっているよ。墜落、転落や挟まれ、巻き込まれが多いんだね。そうなんだ。例えば挟まれ、巻き込まれの場合、足回りの点検中、別の整備士がリフトを下降させ足がプレートに挟まれたり、エンジンルームの点検中、別の整備士がエンジンを始動して回転体に巻き込まれたりといった事故が起こっている。扱うものが自動車だからこそ大怪我にもつながりかねないわ。事故の背景には整備士同士のコミュニケーション不足もあるようだよ。いつも一緒に作業してるから大丈夫だと思ったのかな。そうかもしれないね。でも安全に作業するためには声掛けがとても大事なんだ。なるほど。でも毎回報告し合うのはちょっとめんどくさいかも。ちょっとでも異変が起きた時は絶対に報告だからな。はい。また現場では引火しやすいパーツクリーナーやガソリンを使用したり、高温やけどの危険性があるエンジンルームを点検したりするから常に注意が必要だ。特に引火は大事故にもつながるから危険ね。だから安全に作業するためにもルールで定められたアイテムを準備し正しく装着してから作業を行ってほしい。墜落、転落にはどんな労災例がありますか？点検作業をしていた整備士が降りる際に誤って墜落してしまう事例があった。危険！それじゃあ実際の現場を見てみよう。ケース1、挟まれ、高温物の注意。今日も忙しいけど注意して作業しろよ。二人で整備してくれ。よろしくな。私は室内を点検するから、あなたはエンジンルームを点検してね。よし、頑張るぞ。よし、ボンネットを開いて。うわ、熱っ。すごい熱気。さっきまで走っていた車のエンジンルームは熱いから気をつけろ。やべ、主任がそんなこと言ってたな。でも次の車検も控えてるし急がないと。オイル量は OK。 お、冷却水が足りないぞ。ラジエーターの冷却水漏れがないか見てみよう。熱い。どうしたの？冷却水がまだ熱かったみたいで。ラジエーターキャップを開けるときは気をつけてね。残りは私に任せて。はい、すいません。ああ、せっかく任せてもらえたのに。いや、気を取り直してできることをやろう。排ガスの点検はまだだよな。エンジンかけて確かめないとな。よし、準備 OK。 エンジンかけますよ。気をつけてくださいね。エンジン始動。え、動いた。どうしました？危うくファンベルトに手が巻き込まれそうになった。注意されたからって仕返し。いやいやいや、まさか。どうした？冷却水を噴き出させて危なっかしいし、作業中に突然エンジンをかけたんですよ。声掛けはしたんですけど。
冷却水が高温高圧だと飛び出るから、冷却水が冷えるのを待て。声掛けしたって伝わったことを確認できなきゃ意味ないぞ。自分から考えて動いたのは立派だが、焦らず確実に作業してくれな。それから新人くんは何をするにも確認して作業するようになった。ケース2、飛来、転倒の注意。失敗して落ち込む新人くん。まあまあ落ち込むな。小さなミスが大きな怪我につながることもあるんだ。きつく言うのはお前やみんなのためなんだからな。よし、じゃあリフト上げろ。はい、リフトを上げます。ブレーキパッドとディスクの点検を頼む。新人は右の車輪、お前は左の車輪を頼む。タイヤを外してブレーキパッドとディスクを確認。ブレーキパッドはパーツクリーナーで出しと清掃。よし、清掃完了。次は乾燥と、急いでるしエアガンで乾燥させよう。天井からエアホースを引っ張って、よし、いけるぞ。みるみる乾燥する。うわっ、パッドについてたダストが目と口に入った。足回りと下回りの点検終了。あれ、新人どうした？新人、保護メガネしてないじゃん。早く伝えてあげないと。うきゃー！どうした？何かに足が引っかかって。一体何に？あ、エアホース。私に何の恨みが？すいません、集中してて。エアホースにはよく足を引っ掛けるんだ。周囲を見て声掛けしてからやろう。私も時々足元の確認を忘れることがあるから気をつけないと。すいません。涙、言い過ぎたか。泣くほどのことでも。いや、違うんです。エアガンで飛んだダストが目に入って。紛らわしいんだよお前はよ。足回りと下回りの作業はブレーキドラムのスプリングやダストが飛んでくることもあるから、保護メガネは絶対しろ。はあ、これも言われてたことだ。なんだ、まだ目が痛むのか？悔し泣きです。お前ほんと紛らわしいな。自分もこうやって叱られたなぁと懐かしむ先輩であった。ケース3、リフトの作業。安全なリフトの作業。今日はリフトの使い方を覚えてもらうぞ。リフト、よし頑張るぞ。リフトを使う前に必ずしなきゃならないのは、安全装置がオンの状態か確認すること。車両が落ちないようにアームロック装置が動いていることも確認しておけよ。もし二重リフトを使う場合は、チェーンの錆または屈曲がないか、プーリーの回転状態は良好か、自主点検を必ず行うように。確認が終わったらいよいよセッティングだ。傷んだアタッチメントを使ってないか確認する。アタッチメントは消耗品だ。ダメだったらすぐ取り替えろ。次にアタッチメントをリフトポイントにセットする。少しリフトを上げてぐらつきがないか確認。バランスが崩れていることがあるから要注意。あとはそのまま上げれば終わりだが、やっちゃいけないこともあるから言っとくぞ。片上げは厳禁。前輪も後輪もな、落ちる可能性もあるし、リフトに過度の負担がかかるんだ。もう一つは
地震発生時、とにかく早く離れろ。揺れが大きいと車が落下する可能性もあるからな。何かあると家族が悲しむぞ。主任、ありがとうございます。じゃあ今日も二人で車検作業をやってくれ。よし、エンジンルームは点検終了。リフトを上げて足回りと下回りの確認だ。確認一つ忘れただけで車が落ちることもある。慎重に作業をしなきゃ。よし、完璧。はあ、無事に終わった。おい、リフトを止めろ。まだ作業している人間がいるぞ。はい。作業が終わって気を抜いてたな。リフトを下ろすときには声掛けしろ。お前も下回りで作業するときは周囲に声掛けするのが鉄則だ。主任、私分かったことがあるんです。新人君と仕事してるといつか死にます。ほっとすいません。その後二人は名コンビになっていくのであった。危険は意外と身近にあるってことがよく分かっただろう。登場人物のドジなところが誰かに似てたね。ん？なんか言った？職場の安全衛生には一人一人の意識とルールを守ることが大事。ここでもう一度ケーススタディを振り返ってみよう。自動車整備業で気をつけたいポイント。1. 火傷。 2. 挟まれ、巻き込まれ、リフトへの挟まれ、ファンベルトなど回転体への巻き込まれ。 3. 飛来。 4. 転倒、転落、エアホースの引っかかりによる転倒、リフトアップされた自動車から転落。労災は決して他人事ではなく身近な問題だ。ルールを守ることは体、家族、生活を守ることだと覚えておいてほしい。何かあった時のために日頃から職場でのコミュニケーションも大切よ。よし、労災に気をつけて毎日頑張るぞ。イラストで学ぶ職場の作業の中に潜む危険を知ろう。危険予知訓練。どこが危険か考えてみよう。ここが危険のポイント。1. リフトは正しい方法で使用すること。 2. リフトアップの前にぐらつきの確認。 3. 下降しているリフトに近づかない。 4. リフトアップされた自動車には乗らない。他にも危険なポイントがないか考えてみましょう。